庭菜園ライフ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。横浜市で菜園をやっております刀根です。よろしくお願いいたします。今日は1月のおすすめ野菜ランキングをご紹介いたします。このランキングでは収穫までの育てやすさ、収量、収穫までの速さを軸に星を5段階評価で順位をつけてランキングとしています。今回私がご紹介するのは1月に種をまいて育苗をして畑に定植をしていく野菜をメインにご紹介いたします。1月は育苗が大変難しい時期ですが、新年新しいことをやってみたいと思う方はぜひ挑戦してみてください。それではランキングをいってみましょう。5位はキャベツです。春キャベツになります。品種は中早生2号になります。巻き時期が広いのが特徴です。家庭菜園では秋巻きも大人気ですが、やや硬い締まりのキャベツになります。この時期の種まきには防寒をすることの難しさもあります。栽培はできますが170日ほどかかるので根気も必要です。この時期育苗からチャレンジしてみたい方にはおすすめです。それでは評価ですが、作りやすさは育苗の難しさがあり星2つ、収量は 1.5 キロの大きなキャベツが取れますので星3つ、収穫まで少し長くかかるので星2つ、合計星7つになります。この中早生2号は年間を通じて非常に作りやすい品種になります。人気のある品種ですのでぜひ作ってみてください。4位はカリフラワーのブライダルです。純白で真っ白な見事なカリフラワーを作ることができます。あまり茹ですぎないでさっと茹でるとカリフラワーならではの食感を楽しめます。柔らかな食感なので茹ですぎは禁止です。この1月から育苗が可能なのが魅力です。寒さにも強く大株になります。育てやすさは生育が盛んなカリフラワーのため星3つ、収量は大ぶりな株で 900g にもなるので星3つ、収穫までは120日ほどかかるので星2つ、合計星8つです。食感は非常によく、ブロッコリーを作ったことのある方はブロッコリーと同じように栽培すると良いと思います。第3位金光四寸人参です。金光四寸人参は90日から95日で収穫できる人参で、1月巻きでは5月から6月に収穫できます。デメリットとしては昔ながらの人参の香りがあるので苦手な方には味が濃いかもしれません。ただ太りやすいのが魅力の一つになります。作りやすさは夏より発芽しやすいため星3つ、収穫は間引き菜も収穫できるため星3つ、収穫は90日ぐらいで取れるので星4つ、合計星10です。金光四寸人参は昔はよく栽培され人気の人参でもありました。これを機会にぜひ皆さんも作ってみてください。2位は春ブロッコリーで作る緑霊ブロッコリーです。速乾らいがよく取れる点が魅力のブロッコリーです。巻き時は春では1月から3月頃まで巻けます。特に収穫までが100日から110日とすぐに大きくなるのも魅力です。作りやすさは安定した栽培ができるため星3つ、収量は 350g ほどの大きさで収穫するため食べ応えがあります。また速乾らいがよく出るので星5つ、収穫まではこの時期のブロッコリーでは早く約105日前後で取れるため星4つ、合計星12個になります。緑霊はブロッコリーの王道ともいえる品種ですが、非常に作りやすくまた美味しいブロッコリーです。ぜひ皆さんも作ってみてください。
はい、これをご覧ください。実際の緑鈴です。このようにまだ小さいですが、これからどんどんと大きくなってきます。この緑鈴は定植するのが遅くなったので、まだこのように小さいですが、これから大きくなってきます。1月に栽培すれば春には収穫ができると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。さあ、いよいよ1位の品種になります。1月のおすすめ品種の第1位はレタスのサリナス88です。冬のレタスは雨も少なく、病気などにもかかりにくく、育てやすい時期になります。今回ご紹介するレタスは春まで収穫することができるので魅力です。サリナス88は病気と寒さにも強く、丸く作りやすいレタスになります。大きさは 500g ほどに大きくなります。光沢がある葉はサラダで食べると食欲もそそられます。作りやすさは害虫などもつきにくいので星4つ、収量は大きな株になるので星4つ、収穫までの速さは約100日程度で収穫できるため星5つ、合計星13個になります。冬の期間にこのように大きなレタスが収穫できるのも魅力です。また品種の中では短期間に収穫することができますので魅力の一つになります。今回ご紹介した種は育苗が前提となりますので、ホームセンター等ではあまり見かけないかと思いますが、通販などで探してぜひ挑戦してみてください。今回は1月おすすめ野菜のランキングをご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。